るおけのアイドル発掘もぐらちゃん。今週はねチキチキジョニーがお送りいたします。よろしくお願いします。さあこの番組の説明をいたしましょう。まだ日の目を見ていないアイドル通称モグラちゃんたちを毎週一組ピックアップ、時にいじって時に笑ってモグラちゃんたちの知られざる姿を表に出していこうという番組です。はい、頑張りましょう、はい、ね、夏が来ましたから。夏が来ました、はい、それではね、行きましょうか。はい、本日のモグラちゃんをお呼びしましょう、はい、タレントの黒沢美玲さんです。どうぞ。遅いなぁ。さあどうぞお座りくださいませ。さい、あら、そうなんです、 足しかね、はい、足しか映ってないですけど、一応ちょっと自己紹介してもらっていいですか、はい、軽く。はい、私80センチのサディスティック猫娘、黒沢美玲です。おお、そういうキャッチフレーズ、ね、大丈夫、あの、うん、自信持って言ってる、言わされてない、大丈夫です、大丈夫。え、私は何センチって。80センチです。80センチ、すごいやん。私身長148センチやねんけど、はいはい、すごいな。いや、すごいなって意味がわかる。まあこのぐらいがまた下ってわけでもない。でも身長が何センチ？60センチ、61センチです。びっくり、え、60、あ、160、160センチですね、はい。めっちゃ足長いな。ほと半分以上が足なんや。はぁ、ちょうど半分ぐらい。ね、ちょうど半分、はい、すげー。うわー、まあ文房具で言ったらコンパスみたいな感じですよね。まあそうですね、綺麗。うまいこと言いますね。これは見てる方に分かりやすい。ただ喋りだけはスナックのママさんです。落ち着いてますよね。そうやね、そうなんですよ、ね、まだ皆さんにはね足しか映ってないであれなんですけど、はい、黒沢さんはね、あの美脚戦隊スレンダーというグループの、はい、スレンダーブルーとして。そうなんですよ、美脚戦隊スレンダーっていうユニットでね、はい、パンティーストッキングっていうね、うん、あの下水歌を歌ってます。下水歌を歌って、そこブルーさん、はい、ブルーさんで、はい、パンティーストッキング、歌詞の内容ちょっとだけ、いや、後で聞く、どうする、それだけちょっとだけ歌詞の一部分を言うだけで、言うだけでいい、本当ですか、うん、パンティー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 ストッキング、うん、まだいい、かぶりたいの、破りたいの。それとも生足がお好きっていう。なるほど、はい、サソリ固めとか出てきます。嘘、あ、はい、まあ、サソリ固め、かぶりたいの、破りたいの、もうこれ絶対男の人歌ったらもう NG ですね、これ。まだ女が歌ってるかどうか、でもめっちゃおもろいな。あ、でもパンティーストッキングとか一緒に振ってくれますよ、ファンの方。あ、もうそういうライブとかで。そうです、そうです。え、それはもう一緒にパーティーって叫んでくれます。自主的に買って持ってきはんの、ファンの人は。もう買ってきてねって言ったら買ってきてくれます。すごいな、買ってきなさいって言って。なるほど、サディスティックやから、はい、ものすごい恥ずかしい思いして、多分コンビニでこっそり買うてはねんで。まあ、ということで今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、現在はね、先ほど言いましたが足しか見えてないですよね、はい、さあ皆さん、なんで足しか映ってないかと言いますと、この番組はユーストリームの視聴者数によってモグラちゃんたちの見える範囲が変わってくるのです。お、はい、まず最初は足だけで、時間経過とともに規定の視聴者数を満たしていればどんどん見えていきます。10分後には下半身まで披露、15分後に規定の視聴者数を超えていれば全身披露となります。いや、これはね、はい、ぜひ、うん、もうギリギリでも下半身までは見ていただきたいですね。そうですね、うん、視聴者数が伸びなかったら今日は本当に足だけでさよならってことになるんですよ。あら、じゃあ今日すっぴんで良かったかもしれないですね、まあ、いやいやいや、アピールして、アピールして。あなたね、本舗初です、ここにすっぴんで入ってきたアイドル、うん、あ、本当ですか、ね、そうですね、あ、うちら以外すっぴんは誰もおれへんの。楽屋で挨拶した時に、はい、すっぴんでしたよね、うん、あ、はい、私大体すっぴんで現場行っちゃいますね。あ、うちら家から現場に行く時はもうすっぴんだよ。多いですね、結構まったりした性格なので、うん、まあ、時間あるかなと思ってすっぴんで行っちゃうんですけど、うちらも一緒ですよ、だから一緒、女芸人大体そう、一緒ですよ、ね、そうですよね、やっぱり公開放送だとお客さんとかいらっしゃるから、うん、やっぱアイドルの方ってそうなんだ。いや、そうやって、だって道歩いてる時からアイドルですからね、うん、そうやで、うちらは別かまへんで、まあ、でも多分道歩いててすっぴんのミレイちゃんを見た時、うん、ミレイちゃん気づかないんで大丈夫。そうですね、はい、いい意味でよ、いい意味で気づかん、はい、ということは何に迫っております。さあ、この後でもともと視聴者数を増やすために今からアピールをしてもらいます、はい、せっかくね、下半身まで映ったので、ね、ミレちゃんには尻文字でアピールをしてもらいましょう、はい、それでは今回はですね、ミレちゃんには好きな生き物を尻文字で書いてもらいましょう、はい、さあ、いいですか、じゃあ、カメラこっちに。カメラはどちらですかね、はい、はい、これはこっちで。さあ、ここでね、アピールして、はい、なるほど、いい動きをすれば視聴者数はね、はい、じゃあ好きな動物
一文字目、はい、お願いします。はい、はい、二文字目。三文字目、はい、はい、あ、終わり。三文字、四文字目、四文字目、いや、結構長いです。あ、長いの、長い、まだ、どん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 、じゃあ、どんどん行ってもらいましょう、はい、これ何、ひらがな、カタカナ、カタカナです、カタカナ、はい、どんどん行きましょう、はい、すごい、これ見てたら、ただ尻振ってるぜ、映像が、はい、延々と流れ、いいですよ、いいですよ、最後です、最後です、最後、あ、最後、以上です、はい、ね、視聴者数をチェックしていきましょう。視聴者数がじゃあね、どうします、20人を超えていたらクリアとなります、はい、それでは見てみましょう。シュールいや、だいぶあれ、ね、あれですよ、はい、さあ、それではただいまの視聴者数は20人、おおギリギリクリア。何があって3人が増えたんでしょうね、やっぱ尻振ったからでしょうね、そうですそうです、通りすがりの人がおって入ってきたんでしょうね、多分ね、きっとありがたいですね、いや、ありがたいですよ、ね、もっともっとね、見てください。さあ、それではついに全身披露、はい、いたしましょう。こちらです、はい、この2人、黒沢美玲の全身披露です。さあ、改めて、はい、改めてご紹介をお願いします。はい、私たち80センチのサディスティック猫娘、黒沢美玲です。よろしくお願いします。イエーイ。ポリもやっぱりメイクうまい。やめたよ、綺麗綺麗。でも似てるでしょ、この似顔絵とも。ね。ほんまにね、猫っぽいね、感じのね。さあ、さあ、全身が披露になったところで。ね、先ほど紹介したよ。これでもすごいよね。はい、プロフィールちょっと見せてもらっても、ね、何気にすごいね、うん、一人でもだから活動してるし、さっき言った美脚スレンダーとしても活躍してるし、はい、いろんな活動してる。あ、何これ、ミスミスって書いてあるの。そう、ミストースポ、はい、ミスト2013のグランプリやん。はい、皆さんのおかげでちょっと1位でいただくことができまして、すごいやグランプリってないよ、なかなか。そうですね、多分ね、あなたのグランプリ一生でこれでもうほんと万々歳なぐらい、いや、ない、それぐらい、ちなみに一応そう、それぐらいすごいことやって、何人応募したとか思ったのか分かる？とりあえず書類を、うん、なんだろう、各クリブに200人ぐらい出して、いや、それでもすごいよ、だって、いや、多分もっと出してる、もっと出してる、あ、多分その書類で、落ちた人をそれは入れてない、あ、そうか、そうか、書類で OK な人が200人ってことでしょ、きっと。わかんないですよね、それちょっと。いや、グランプリはその下のことまでわかりませんよ、そら。サバイバルを やったのが第1クール30人から5人になって、第2クール30人から5人になって、ファイナルでその10人で戦ってみたいなのが。すごい、え、ファイナルって何で戦ったん？はそのファンの方が撮影会行ってくれたりとか、そのネット生放送だったり、番組の中のなんだらかんだらだったりとか、よかった、ヘビ使って相手を攻撃したんかと思ったけど、よかったです、もうそれがあればね、もうちょっと頑張れたと思ったけど、グランプリやから、ええやん、それ負けたやつあるけど、すごいね、あと、まだいっぱいありますよ、まだいっぱいあるんですよ、これ、そうそうそう、これ言っていいんかな、爆笑そっくりモノマネ紅白歌合戦スペシャル少女時代のモノマネ、はい、私見たことがあると思います、これ、うんうんうん、あなただったんだって。そうなんですよ、あれ、そう、みんなに見たことあってもどれがどうですか分かんないから、お前って分かんなかったよってすごい言われるんですけど、そうあれ結構人数、そうなんです、それをやらせていただいていて、はい、美脚戦隊スレンダーとは、いや、あの美脚戦隊スレンダーで出させていただいてたんですよ。あ、なるほど、ユニットで、なるほどなるほど、ちょっと、もうどうせやから踊ってもらったりとかって、あ、できますよ、見たくないですか、見たいですよね、踊れる、でもいきなりそれで踊れますけど、何がいいですか、あの、なんか曲に合わせてちょっと踊ったりとかできる、うん、あ、全然少女時代の曲はちょっと使えないと思うので、はい、で、ごめんやけど、ちょっと申し訳ないねんけど、スカートまくって踊ってもらえる、全然いいですよ、全然いいですよ、どんどん出してきました、全然いいですよ、いい、ごめんな、全然いい、すごいですよ、うん、長いスカート履いてくる方が悪いよ、うん、そう、私もね、今ね、すごくそれを思ってます、いや、でもすごいですよ、皆さん、ミスとオスマの2013グランプリ、
ここで大丈夫です。踊ってくれますよ。さあ、これ、こっち、ここ、はい、こっちのカメラでお願いします。いいですか、はい、おお。イエーイ。じゃあヤンキーキャラでからの最後ボビだけでちゅ、でちゅ、うん、お願いします。あたい黒沢ミレだからよろしくでちゅ。どうしたんってなるの。どうしたんってなるの。これこれ新世界新世界新世界って言うんや。新世界これいいよ。いいですね。新世界ですね。はい、でも私も初めて見たこんな人。うん、ただちょっと意外にだからそのちょっと可愛いキャラも取り入れたらいいかもしれない。そうですね、うん、たまに、うん、ちょっとね、 M っぽいところも入れたらいいかもしれない。そうです。もう誰からのアドバイスやねん。ギャップが大事だから。世の中ギャップですね。そうか、あのボイパと今せっかく体が長くなったんでボイパをに乗りながら少女時代をやってもらう。素敵、前回のコラボで素敵。いいですか、それでお別れしましょうか。はい、そうしましょうか。じゃあ、もう、セッションできる？行きましょう。じゃあ、お願いします。行きましょう。はい。行きますか。サイボーグは出す、いいよ。いいですか。サイボーグは出す。でもまあ、2人のコラボやからいいやめろって言われたらしい。やめろ。頑張ります。やめないと。本当にありがとうございます。